あのさ、最近私なんか変じゃない？別に。笑顔がおかしいとか。いつものエリじゃんね。うん。そっか。どうした？そういえばこれ見て。なんでみんな気がつかないんだろう。私が人形になっちゃったこと。エリ、ごめん。全然大丈夫だって。でもまた買えばいいんだし。こんなの。我慢して笑ってれば全部丸く収まるんだ。いい子。本当いい子。本当いい人っすね。ずっとそうやってやり過ごしてたら。何これ。みんななら分かってくれると思ったのに。この笑顔だ。着せたい人形のような最大公約数的な笑顔。アイドルの理想形そのものだ。あの、私こういうもので。あ、私こういうのはちょっと。その笑顔やる気満々じゃないですか。違う。大丈夫です、夢見ましょう。違う。いいね、いいね。あの、私やっぱり。はい、無線ちょうだい。はい。そういえばエリ知ってる？エリ？うん。かわいい、かわいい。めっちゃかわいいよね。エリスマイルリテーナー、つければ憧れのエリスマイル。本当の顔がこの下にあるのに。はい。エリー、全国ツアー決定したよ。やったな。はい。もしもし。もしもし聞いてる？エリー。もしもし。エリー。あ、あの。ちょっと先行っててもらっていいですか？おう。ごめん、死んだ時笑ってて。いいってことよ。俺は知ってるさ、あんたの別の顔。本当の自分になれるかな。ぶっ壊す勇気があれば何だってできるさ。一皮むけたっていうか。すごい個性的で今の方が好きです。衝撃的なパフォーマンスから2ヶ月、再スタートを切ったエリさんのファッションを真似する若者が街中に溢れて、はい、あ、すいません、その日は取材で埋まってまして。はい、失礼します。すごいよエリ、ライブで顔めちゃめちゃにするアイドルとか天才かよ。来月10日には新曲怒りがリリース。ああ、次はどんな顔になってやろうか。